トラモンターナは、スペイン海軍の潜水艦。ガレルナ級潜水艦の4番艦。艦名は、北部スペインにおける、山向こうから吹く北風を意味するスペイン語に由来する。トラモンターナは、バサンカルテヘナ造船所で建造され、1984年11月30日に、ナルシスセラ国防大臣の妻ドナコンセプシオンビジャルバ、イバニエスにより命名され浸水し、 1985年12月30日に収益しカルタヘナ基地に配備される。1989年11月には映画ネイビー・シールズの撮影に協力する。2002年にセウタの西にあるペレヒル島の回復作戦に参加。2007年9月、ナバンティアの施設にて入居中のところ、アルフォンソ12政府島に激突する事故が発生した。 2009年9月に、再び修理され、カルタゴ霊宮演習に参加し、潜水艦事故の訓練を実施する。2011年3月にはリビア、飛行禁止空域での海上封鎖任務のために、リビア沖へ派遣される。2009年時点での母港は、カルタヘナ基地。A、ロペスウェルトラーモンタナダオトロススト2008年12月14日。ありがとうございます。